夫婦喧嘩は犬も食わぬと言うけど、僕の両親はいい年をして時々喧嘩する。その度に子供たちは召集をかけられて、迷惑この上ない。家族なんて全くうんざりだ。いい加減にしろよ親父。お母さんと喧嘩したくらいで生きるの死ぬのって。お父さん、気晴らしに映画見に行きませんか？それがいいわ。うん、面白いのやってないかね。行きましょう。映画は嫌だ。どうして？始まる前に関係ない予告編やったら見せられて、おまけに盗撮はダメだとか、おしゃべりするなとか、前の椅子を蹴飛ばすなとか、ガキじゃあるまいし。お父さん、それ言っちゃダメ。あ、そうか、これ予告編か。じゃあご不自由かけますまた。じゃあ俺も出てるよ。